サルデーニャ、サルデーニャはイタリア半島西方、コルシカ島の南の地中海に位置するイタリア領の島。地中海ではシチリア島に次いで2番目に大きな島である。周辺の島を含めてサルデーニャ自治州を構成している。この州はイタリアに5つある特別自治州の一つである。州とはカリアリ、カリアリ。サルデーニャはサルデーニャ語では サーディグナ、サーディナ、サーディニア、イタリア語ではサルデーニャ、カタルーニャ語ではサーディニアと綴る。この違いの影響もあり、日本語ではイタリア語からのサルデーニアのほか、ラテン語や英語のサーディニアに由来するサルディニア、サルジニア、サルジニア、サルデニアなどの表記がある。古代にこの島は、フェニキア人により、イクヌーザ、ラテン式の綴りでイくニュースさ、元は、 ヒックニュースサと呼ばれており、現在は、州都、カリアリで製造される、サルデーニャで一番ポピュラーなビールに備を残している。また、イタリア半島を足だとすると、その足跡に当たるような島の形から、古代ギリシャ人は、サンダリオン、センドリアンと呼んでいた。イワシの英語名サーディンはこの島から来ている。サルデーニャ島は、西地中海の中央に位置している。 島の面積は2万4 0メートル、人口165万人。東のイタリア半島との間の海は、ティレニア海と呼ばれる。北側には、ボニファシオ海峡を挟んで、フランス領コルシカ島、コルス島を望む。西側の海は、サルデーニャ海と呼ばれており、真西に、スペイン領バレアレス諸島がある。南に、チュニジア、南東には、シチリア島がある。 島全体がイタリア共和国のサルデーニャ自治州である。イタリア本土との歴史的、地理的、文化的な差異が大きいことから特別自治州という位置づけになっているが、海外領土、植民地ではなく、あくまでも本国の一部である。州都のカラリは、島の南海岸に位置し、チュニジアの首都チュニスから北北西へ。 約2 8 3トル、シチリア島のパレルモから西北西へ、約3 8 8トル、イタリアの首都ローマから南西へ約4 1 0トル、バレアレス諸島のパルマデマヨルカから東へ、約5 5 8トルの距離にある。表を子をはじめとする54の貯水池がある。人口3万人以上のコムーネは以下の通り、 人口は2011年1月1日現在、州都カリアリ周辺のカリアリ都市圏には、島の人口の約25%にあたる、約42万人が暮らす。他方、島の東部を中心として人口が希薄であり、2011年、現在の県別人口密度において、イタリアで最も低いオリアストラ県、31.3人、キロメートルを筆頭として、ヌーオロ県、 40.8人、キロメートル、第3位、オルビアイコールテンピオ県、46.5人、キロメートル、第4位、オリスターノ県、54.6人、キロメートル、第6位が、人口密度の低さの上位に並んでいる。サルデーニャは、地中海性気候に属し、春と秋は暖かく、夏は暑く、冬は穏やかである。近年、干ばつが続いている。新石器時代から、 ローマ帝国の時代にかけて、ヌラーゲ、ニーゲ人が上陸し、生活し始めた。この謎に満ちた民族は、紀元前20世紀頃、当チ中海からやってきたものと推測されている。少しわかっていることは、エジプトの碑文に、海の民という意味の名前で登場する人々を指しているということである。その碑文の研究によると、彼らはサルディス、リディアを出発し、 ヒレニア海にたどり着いた。そこで、サルデーニャに行く者とエトルリアに行く者に分かれた、ということである。しかし、サルデーニャ人の起源に関する理論のほとんどは、遺伝学的な研究と民族の移動状況を重要視している。遺伝学的な研究によると、サルデーニャ人は、周辺地域の人々や若い民族とは異なり、全員インドイコールヨーロッパ人だとしている。 新石器時代以降の遺跡の散らばり具合、天在範囲、その大きさを調べれば、島の大体の人口が分かり、また彼らがこの島のどこに上陸し、定着したかが分かる。1979年、15万年前に遡る人類の痕跡が発見された。ガルーラからサルデーニャ北部に居住した最初の人間は、おそらく、 イタリア半島のトスカーナから渡ってきたと見られている。島の中央部にはバレアレス海を渡り、イベリア半島から来た人々が居住したとも考えられている。戦死時代の矢尻、約5000年から6000年前や、現在カリアリの考古学博物館に収められている近い地方の母神像から高いレベルで石の彫刻を作る能力を持っていたと推測される。石器時代にはすでに モンテアルチ、モンテアーシは重要な役割を演じていた。この旧火山は、黒曜石採掘と刃物、矢尻への加工の中心地の一つであった。現在でも、山腹では、火山ガラスを見つけることができる。さっさりの考古学博物館には、紀元前2600年頃の青銅器時代、または、アニアリースクエイジの土器が展示されている。戦士時代のサルデーニャは、 ヌラあゲと呼ばれる独特の石造りの構造物に特徴づけられている。サルデーニャには複雑な構造のものから単純なものまで大小七千のヌラあゲが現存している。最も有名なのはカリアリケンバルーミニのヌラあゲ遺跡2ヌラージリバルーミニである。このヌラあゲは紀元前1800年から250年頃にわたって作られ紀元前1200年から900年頃に全盛期を 迎えた。聖なる水場の隣に建てられ、例、サンタ・クリスティーナ、サーダラ、墓の構造は、ドルメンと呼ばれる。この時代サルデーニャ人はすでに、西地中海で交易を行っていた、ミケーネ人と接触していたことがわかっている。エジプトを侵略した、海洋民族シャルダナ、シャーダナとサルデーニャとのつながりは、真偽が疑わしく、立証されていない。墓は、 トンベデーギガンチには沈みかけの船をかたどった墓石があり、長い航海中に惨事があったことを示している。古代イギリシャで初めて地中海を西に航海したエウボイア人はサルデーニャをハイナッサと呼んだ。後にラデンカシークネス、SA、イクヌーザとなった。ノーラ遺跡の石碑はフェニキア人がこの島をシャーデンと呼んだ証拠となっており、 これがサーディニアという名前の由来となっている。紀元前8世紀から、ターロス、ターロス、ビシア、ビティア、サルシース、スルシス、ノラ、ノーラ、カーリス、カラリス、現在のカリアリとフェニキア人が、都市や鳥をいくつもサルデイアに築いた。フェニキア人は、レバノンの出身で、地中海で交易を行っていた。彼らは、島のあらゆるエリアに定住した。 サルデーニャはカルタゴ、現在のチュニジア、スペイン、ローヌ川、フランス、エトルリア、イタリア半島の間にあったため、西地中海の中心として特別な地位を獲得していた。イグレジアス周辺の鉱物地帯は鉛や亜鉛の産地として重要であった。都市は防御しやすく天然の港になる。多くは河口に近い半島部や島のような戦略上の重要な地点に作られた。 ペニキア人の後に、紀元前500年頃カルタゴ人、プニック、ポエニがサルデーニャ周辺の地中海の覇権を確立した。カルタゴの影響はサルデーニャのほぼ全域に及んでいる。紀元前238年、ローマ人が島を獲得した。ローマはカルタゴと第一次ポエニ戦争を戦ったが、戦後にカルタゴの傭兵が反乱を起こしたため、 ローマはこの年サルデーニャに上陸し、占領する機会を得た。ローマ人がサルデーニャを獲得した時点で、すでに社会基盤と、少なくとも、ヒラノブでは都市化された文化があった。サルデーニャは、シチリアと共に、エジプト征服までの間ローマの国葬地帯の一つで、あり続けた。フェニキアカルタゴ文化は、ローマ人の支配下にあっても、紀元後数世紀まで根強く、残多。ターロス。 カーロス、ノラ、ノーラ、ビシア、ビティア、アントス、アンタス、モンテシライ、モンテシライラは、建築と都市計画の調査に非常に重要な考古学遺跡となっている。ローマ帝国の滅亡後、サルデーニャは何度と征服の対象とされている。東ローマ帝国による帝国の一部としての奪還に、先立ち456年北アフリカのバンダル人に占領された。 711年からは、サラ先人ンンによる沿岸部の都市への攻撃が始まった。これが原因となり、旧世紀には1800年の歴史をモツターロスが放棄され、内陸のオリスターノが取って変わった。アラブ人に対抗するために、海洋共和国であったピサとジェノバによる支援が求められた。1063年から、この地域の東ローマ帝国の政治行政組織を、 踏襲する形で、審判による統治を意味するジュディカーティー、ギガケイチという制度が形成された。中世後期において、最も特筆すべき、今に至るまで島のヒロインと慕われる人物は、ジュディカーティーであった、アルボレア国の日、エレオノーラ・ダルボレア、エレオノーラ・ディ・アーボーリアである。彼女は、法制の整備に尽力し、1395年に、 発行した先進的な民法典カルタでログ、カルタでラグーは1827年まで使われた。同じ時代、アラゴンイコール、カタルーニャ王国の影響が大きくなり、これはアラゴンによるサルデーニャ占領まで続いた。アラゴンの塔と呼ばれた、見張り台が沿岸部全域にわたって作られ、アラブ人の侵入を防ぐことに役立った。これらの見張り台のいくつかは、 ちょうど戦略上の重要地点にあったフェニキア都市の石を使って作られた。教会建築への再利用としての恒例は、古い都市をとか、アスカの後に建てられたサンタジュスタ、サンタジャヤスタ教会に見られる。当時のスペインの影響の強さは、今でもアルゲエロ周辺で、カタルーニャ語の方言が使われていることからも伺える。スペイン継承戦争。 1701年から1714年でサルデーニャはスペインからオーストリアに渡った。しかし、給料回復を目指すスペインは1717 17年にサルデーニャに侵攻、スペインによるサルデーニャ行。四国同盟戦争、1718年から1720年を経て、1720年にシチリア島との交換により、サボイア家が領有した。以後、 イタリア統一の1861年までサルデーニャはピエモンテと共にサルデーニャ王国を形成していた。フランス革命戦争中の1793年にはフランス共和国軍がサルデーニャ島に侵攻したがサルデーニャ人によって撃退されたサルデーニャ遠征。サルデーニャ島の社会基盤の開発は遅れていたが19世紀初期にカルルフェディチェによる 当地のもと、南のカリアリから北のサッサリに至る島の大動脈が建設され、今でも彼の名がこの道につけられている。1861年にサルデーニャ王国がイタリア統一を果たして国名をイタリア王国と改めた。1883年にはカリアリからサッサリまでの鉄道が開通した。ムッソリーニ政権下では、 オリスターの周辺の商諾地が干拓され、最も成功した農村コミュニティとなったアルボレアの基盤が作られた。またムッソリーには工業の中心地としてカルボーリアを建設した。第二次世界大戦後、石炭の重要性は低下し、観光業が盛んとなった。雇用を創出するための様々な施策は安価な労働力を持っても埋め合わせることのできない高い運送費のために、 これまでのところうまくいってはいない。今日、サルデーニャは自治州であり、その歴史は言語と文化の中に未だ息づいている。また注目すべきは沿岸部と内陸部の際である。沿岸部は常に外部からの影響に対してよりオープンであった。今日サルデーニャは船や飛行機の便が良い北部の海岸や島々、ラ・マッタレーナ・コスタ・ズメラルナと、 南部カリアリ周辺の海によって、最もよく知られている。サルデーニャ州は八つの県からなる。20世紀末には、カリアリ県、サッサリ県、ヌーオロ県、オリスターの県の四県があったが、2005年に県の分割が行われ、オルビアイコールテンピオ県、オリアストラ県、カルボーニアイコールイグレージアス県、メディオカンピダーの県が設立された。左端の数字は、 ISTAT コード、アルファベットに文字は、県名略記号を示す。人口は2011年1月1日現在。面積の単位は、キロメートル。サルデーニャ自治州では、2016年9月現在、研究行政区画の統廃合のプロセスが進められている。2016年2月に、新たな行政区画の設置が行われたが、地方自治上は、過渡期である。 新制度では、サルデーニャ州の研究行政区画は後、一大都市四県となる。結果として2005年に新設された県がすべて消滅した。また、カリアリ県は、カリアリ市周辺が大都市として再編され、その他は新設の南サルデーニャ県の一部となった。イタリアの一部であるサルデーニャの現在の通貨は、ユーロである。工業では、 かつてファシズム時代にカルボーニアが炭鉱都市として開発され、栄えたほか、今日でも金と銀の鉱山が島内で創業している。現在はコスタ・ズメラルダに代表される観光業、工業、商業、サービス業、IT 産業がサルデーニアの中心的な産業となっている。ヨーロッパのインターネットプロバイダーとしてトップ企業となっているティスカリ、ティスコーリーは 1998年に全州知事のレナートソルがカリアリで設立した。また、ワインとローカル料理が有名になり、島の収入源として成長している。サルデーニャ州は、中法で住民にポポロ、固有の民族集団という用語を用いている二つの州のうちの一つである。もう一つの州である、ベネト州、ベネツィア語話社が大いにおける定めは国宝に根拠を持つ。 ものではないが、特別自治州である、サルデーニャ州の規定は国法に根拠を持つ。なお、いずれのケースにおいても、他のイタリア国民、市民との間に、権利の差異を持たら、法的な意味は持たないとされる。2006年の国立統計研究所、ISTAT の統計によれば、6歳以上の住民の家庭内での会話における、言語状況は以下の通り、イタリア語、 地方言語、他の言語についてのデータで、左列が全国平均、右列がサルデーニャ州の数値である。イタリア全土で公用語とされているのはイタリア語であるが、サルデーニャではサルデーニャ語、サールデューが広く使われている。サルデーニャ語はイタリア語の方言、言語編集ではなく、ラテン語を起源とするロマンス語に属する言語である。この言葉は、 カタルーニャ語やスペイン語の影響を受けており、土着のヌラーゲ文化を経由して、フェニキア語からの影響も受けているとも考えられている。公的文書での使用はイタリア語によって行われているが、2006年に中政府は公文書に用いるためのサルーニャ語の規範を制定している。初期言語としてのサルデーニャ語の規範化問題は重要性を増しているが、 聖書法が確立されていないことから激しい議論や様々な提案が続いている。サルゲーニャ語の方言、言語編集は大きく分けて二つある。州とカリアリを含む島の南半分で用いられているカンピダーの方言、島の中北部を中心に用いられているログ道路方言である。島の最北部のサッサリ付近で使われているサッサリ方言や、 ガルーラ地方で用いられているガルーラ方言はコルシカ語の影響が大きくコルシカイコールサルディニア方言語と呼ばれる。これら最北部の言語はサルデーニャ語の一部ではなく独立した言語とみなされたり、あるいはコルシカ語の方言とみなされることもある。サルデーニャにはまたいくつかの言語島も見られる。北西部のアルゲーロ近辺ではアラゴンイコール カタルーニャ王国の支配を経験した歴史的背景から中世紀の要素を受け継ぐカタルーニャ語の変であるアルゲーロ方言が使用されている。サルデーニャの南西沖にあるサンピエトロ島やサンタンティオコ島ではジェノバ地域からの移民が暮らした経緯からリグリア語の変種であるタバルカコトが使われている。さらに少数の言語としてはアルボレアやフェルティリアにおいて 1920年代から1930年代に北東イタリアから移住してきた人々によってベネト語、フリューリ語、イストリア語が話されている。サルデーニャ料理はイタリア料理のほか、アラブや北アフリカなどの料理の影響を受けて発展した。豊富な海産物や島において牧畜される羊の肉などが主要な食材として用いられる。2010年に ユネスコの無形文化遺産に指定された地中海の食文化の一部を構成する。サルゲーニャ料理の主役の一つは、エビやマグロ、イワシ、貝などといった様々な海産物である。日本のカラスミに相当する魚の卵巣の加工品、ボッタルガがカリアリアトルトリ、サンタンティオコなど、島内各地で生産されている。日本のカラスミはボラの卵巣を加工したものであるが、 ボッタルガにはボラに限らず、タラやマグロなど他の魚も使用される。サルデーニャの特徴的なパスタとして、クスクスに似た粒状のパスタである、フレグラや、ニョッキ状のマロレッテュスなどがある。パスタは、魚介類と共にトマトベースのソースで煮られることが多い。固く焼いた薄いパン、パーネカラザウは、長期保存が可能な食材でもある。これを用いた代表的な料理として、 パーネカラザウとトマトソース、ペコリーの洋乳のチーズとラザニア状を重ねたパーネフラッタウがある。サルデーニャはイタリアワインの生産が盛んな地域であり、多くのワインが原産地統制故障、DOC の指定を受けている。サルデーニャ全域を名称保護地域とするものには以下がある。北東部のガルーラ地方、オルビアイコールテンピオ県。 北西部のアルゲーロ周辺、サッサリ県、中西部のオリスターノ周辺、オリスターノ県、南西部のスルチス地方、カリアリ県、カルボーニアイコールイグレージアス県が主要生産地であり、より限定された地域を指定した DOCY も多い。ガルーラ地方で生産されるベルメンティーノディガルーラは、統制古墳の最上級にあたる保証付き、統制原産地古墳、独具に指定されている。 原産地名称保護、プドの指定を受けたチーズとして一家がある。サルデーニャ島では、牧羊が盛んなことから、溶乳を用いたペコリーノが多く生産される。ペコリーノロマーノには、ラツヨ州、トスカーナ州と共に、サルデーニャ州も生産地域としての指を受けている。ペコリーノサルド、サルディニアのペコリーノは、サルデーニャ産のペコリーノにのみ認められた名称である。このか。 サルデーニャでは、カチョカバドなども生産される。サルデーニャ等のユニークなチーズとして、チーズ映えの幼虫の働きで、ペコリーノの発酵を進めたカースマル2がある。サルデーニャ等には、世界遺産が一つある。メデオカンピダーの剣。バルーミニにあるスヌラージで、この遺跡は、戦士時代の石像建築であるヌラーゲを代表するものとして評価された。 フェニキアローマ時代の都市遺跡としては、オリスターの近郊のターロス、カリアリナンコープーラにあるノーラなどがある。これらの文化遺産は観光資源ともなっている。この島には、リゾート地、コスタズメラルダやジェンナルジェント山地など、多くの観光地がある。有名なビーチの美しさだけでなく、多くの文化遺産は観光資源ともなっている。州内に本拠を置く。 プロサッカークラブとしては以下がある。所属リーグは2012から13シーズン現在。5部リーグ、アマチュア最上位リーグのセリエ D では、ラツヨ州、カンパニア州のクラブと共に、ジローネジーに属する。サルゲーニャ州の地方リーグ、6部リーグとして、エッチェレンツァ・サルゲーニャがある。サルゲーニャには3つの国際空港、2つの地方空港がある。3つの国際空港は、 イタリア本土の主要都市や、その他のヨーロッパの諸都市、特に、イギリス、スカンディナビア諸国、スペイン、ドイツとの間を結んでいる。サルゲーニャ島内の航空便は、カリアリ、オルビア便、トルトリ、オルビア便が出ている程度に限られる。この島ではいくつかの格安航空会社が運営されており、島の住民は格安チケットの恩恵を受けている。オルビア空港に本拠を置く。 メリディアーナフライも、その代表的なものである。サルデーニャにはフェリーが発着する主要な港湾として、以下がある。これらの港湾に発着するフェリーは、イタリア本土、チビタベッキア、ジェノバ、リボルノ、ナポリ、ピオンビーノ、シチリア島、パレルモ、トラーパニ、フランス本土、マルセイユ、トゥーロン、コルシカ島、ボニファシオ、プロプリアの、アジャクシオ、スペイン。 バルセロナなどの諸港湾との間を結んでいる。地元の船会社としては、サレマール社があり、サルデーニャ本島、トリ島、ラ・マッダレーナ諸島、サンピエトロ島などとを結んでいる。サルデーニャ州はイタリアで高速道路、アウトストラーダが走っていない、唯一の州である。しかしながら、道路網は発達しており、スーピルストラーダと呼ばれる、高規格道路、 上下線を分離した同社専用道路、最高速度は時速90から110キロメートルが主要都市や交通拠点を結んでいる。島の幹線となる道路は、島の最南部にある州都、カリアリと北西部にある第二の都市、サッサリを結び、島の西部を南北に循環する国道131号、カルルフェリーチェ、SS131 であり、 欧州自動車道時二十五号線の一部にも指定されている。国道百三十一号ヌーオロ中央支線 s s 百三十一 d c n はオリスターノで本線と分かれヌーオロ県を横断して東海岸のオルビア島を結ぶ。この他高規格の道路がさっさリアルゲーロ間、さっさり天平パウザーニャ間、さっさリオルビア間、カリアリトルトリ間、カリアリイグレージアス間、 ヌーオロラの税カンを結んでいる。これら幹線道路では、交差点をなくして、高速道路水準とするための事業が進められている。一方、内陸部や山間部の2 0 0級道路は一般に、境愛で綴売れが多く、最高速度も低く抑えられている。地元の公共バスは、公共交通事業体アジエンダリージェネイルサルダ、トラスポーティによって運営されている。公共バスは、 島内のすべての都市や村落を、少なくとも1日1本以上の本数で結んでいる。しかしながら人口密度の低い地域の一部には、公共バスが走っておらず、自動車が必要となる。サルデーニャの鉄道システムは19世紀に、イギリス人技術者、ベンジャミンパーシーの手によって、発展を遂げた。鉄道は全島を結んでいるが、異なる2つの事業者が存在する。すなわち 旧イタリア国鉄であるトレニタリア FS と狂気のサルデーニャ鉄道 FDS であるトレニタリア FS の経営規模は大きく島の主要都市や主要港を鉄道で結びイタリア本土との間に鉄道連絡線も運営している島の西部で南北を縦貫する鉄道路線が島の幹線で南部のカリャリット北部のサッシャリ及びオルビアとを結ぶ 北部の内エリ・キリバニ駅で路線が分岐している。このほか、カリアリからはカルボーニア及びイングレージアスを結ぶ路線も出ている。トレニタリアの車両は、アルストム社のミヌエットのような機動車が主力であるが、高速のフリーコ式車両、シーフのクラス598やタルゴと t 1も導入される。一般に、サルデーニャ鉄道、FDS の名で知られる、狂気鉄道は、 アーストの一部門であり、アーストジェスティーヌ FDS、アースト経営、FDS が正式名称である。島の北部にサッサリとアルゲーロやポルトトレスなどを結ぶ路線、中部にマコメールとヌーオロを結ぶ路線、南部にカリアリとイジーリとを結ぶ路線があるが、カリアリやサッサリ近郊の電化されたトラムトレイン区間を除き、速度は遅い。 これら通年運行の路線以外にも、トレニーの、ベルデ、緑の小さな列車という季節運行の観光路線があり、島内の最も自然豊かなエリアを走っている。速度が遅い分、道路からは見えないような素晴らしい車窓を楽しむことができる。南部では、カリャリアルバタックス、トルトリ、西部でマコメール、ボサマリーナ、北部では、さっさりパラカンで運行されている。 FDS の路線はすべて狂気であり、FS と FDS が共用するサスサリ駅構内には3000機上区間が存在する。サルデーニャは豊かな自然資源に恵まれており、地中海文句アザラシアイノシシをはじめ、多くの希少種の動植物が生息している。一方、大陸部のどこにでもいる鎖蛇やマーモット等、多くの種が存在しないという特徴がある。 人間に放されて野生化した野生馬のジャーラウマが生息している。砂浜が広がるビーチは風光明媚で知られており、観光客がお土産として砂を持ち帰る例が後を絶たない。2018年、政府は環境を保護するため、砂を島外へ持ち出すものに対して罰金を課すことを定めした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。